卒業おめでとうございます。よし、その手を上げろ。トントン来たらこの時が来る。はじめまして、池上小学校の皆様、新平太と申します。6年生のみんな、卒業おめでとうございます。すげえ元気ですね。とうたくんのお父さん、杉本とうたくんのお父さん、健太さんに呼んでもらって、今日私が何曲かみんなのね、こんな晴れ舞台で歌を歌わせてもらうんですけど、お前誰やねんって思ってる人もいっぱいいると思うんですよ。お前どこのドイツだと。僕ラッパーで新平太って言います。そんなことも含めてちょっと自己紹介がてら聴いてもらいたい曲があるんですけど、皆様一緒に楽しんでもらえますか？はいはい、すげえ元気だな DJ カズマン。よし、僕がやってる音楽はヒップホップって言って、体でリズムをとって心で聴く音楽なんです。なので夢の揺れるっていうのがある。いや、体を、動画は後でいつでも撮れるから、声を聞いてその目で見ててね。俺の名前は新平太、ラップは俺の人生だ。狭山の茶畑で夢見てた、あの頃はただのティーネイジャー。ラッパーに憧れ生きてた、空ボケでマイク握ってた、聞いてたマイクフォンペイジャー。グッダブルランドキングギドラ、初めてのバトルはボロ負け、金髪でエリネムのモノマネ。俺の黒歴史超だぜ、けど無駄だったなんて思わねえ。当時仲間と組んだね、ウォジウォッグル、日が来るまでラップしまくる。ラッパーが将来の夢、それだけが存在の証明。いるのかなと思うんですけど、フリースタイルラップってその場の言葉で曲をその場所で作るっていう感じなんだな。何が言いたいかと申しますと、今からちょっとフリースタイルラップをしたいんですよ。フリースタイルラップがしたくて、みんなにちょっとお題をもらえないかな。もしくは俺と一緒にラップできる。卒業？卒業？動物？動物？動物？卒業？あとは？
学校、学校、桜、そのぐらいにしよっか。桜と学校、動物、卒業。桜と学校と動物と卒業。いるよな、いるよな、大事だよな、動物って思いついたんだもんな。大丈夫です。じゃあ桜、学校、動物、卒業、そのお題がクリアできてるなと思ったら、みんなちゃんと騒いでね、ラップ聞き取れてるでしょ。今この場所でみんなのために一曲作るので、じゃあちょっとビート決めましょうか。 DJ モンダー、 YO 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 YO。 じゃあ俺がホーって言ったらホーって返してね。池の上小学校のウィンダー、 Say ホー、本当の悲しさはきっと自分のことを話す。
じること。本当のかっこよさはきっと自分を大事にできること。小さくなったランドセル、次は制服が出番を待ってる。大丈夫、安心して、誰かが君を見守ってる。だってここは君の地元。大人になっても変わらないこと、どこに行っても帰れないこと。ここが君の地元、ここが原点だけど通過点。桜の花びらと揺れるカーテン、君がいつか壁にぶつかってしまった時は思い出して、共に学んだ日々は素晴らしい。思い出はいつも君に優しい、時に厳しい、時に険しい。これからも日々は美しい。本当の優しさはきっと誰かのために泣けること。本当のたくましさはきっと誰かのために戦えること。本当の悲しさはきっと自分のことを恥じること。本当のかっこよさはきっと自分を大事にできること。自分を大事に生きてもらえたら嬉しいです。よかった、ちょっと伝わった。ラップって俺も大好きでずっとやってるんだけど、こうやって自分の気持ちとかを人に伝える道具で、方法とか道具は何でもいいんだけど、自分の気持ちを伝えられる、なんかそういう中学生とか大人にみんなにはいつかなってほしいなと。そういう人間が俺はかっこいいなと思うので、自分が正しいと思ったことを自分で信じて、それをしっかり口に出せる大人になってもらいたいなと思います。あと1曲だけ歌っていきたいんですけど、いいですか？もう本当伝えたいことはすごいいっぱいあるし、言いたいことなんて山ほどあるんですけど、一つだけ、すごい大事だなと思ってることがあって、みんな12年間生きてきていろんなことがあったと思うし、これからもいろんなことがあると思うんですよ。けど何回もラップでも言ってるんだけど、君の人生は君しか生きれなくて、君のことをなんていうのかな、一番大事にできるのは家族も友達もそうなんだけど、一番大事にできるのは自分だっていう。で、この地球にいっぱいたくさんの人がいて、たくさんの友達もいると思うんだけど、でも自分は主人公だっていうことを忘れないで生きていってもらえたら嬉しいなと思います。 DJ 続けるんだ君のショー、演じきりな主人公。何も心配ない、何も心配ない、何も心配ない、二度と来ない今日、一秒一秒楽しもう。何も心配ない、何も心配ない、何も心配ない。この地球上すべての人口、子供の頃はみんな主人公。大人になって消えた友情、 Google アスで見りゃ南人口。憧れのスーパーヒーロー、現実は行列の一番後ろ。さあ君も突っ走ろう、そう言われても迷惑なんだ、むしろ。何が資源だ、同じ人間だろ、なぜ限界から逃げんだ。何が知ってんだ、自分で知ってんだ、悔し涙は逃げだろう。マスコミタンダル始まりを、一人に一人手渡されたシナリオ、自分なりの光を流れに任せる人生選ぶんだったら、そろそろ覚悟を決めなきゃだ。第一章 Life is yours。 続けるんだ君のショー、演じきりな主人公。何も心配ない、何も心配ない、何も心配ない、二度と来ない今日、一秒一秒。何も心配ない、何も心配ない、何も心配ない。過去よりも、学校よりも、仕事よりも、学校よりも、肌の色や目の色よりも、国籍よりも、言語よりも、国境より重要なこと。宇宙と同じ君の心、宇宙になればみんな子供、普通に知ってるそんなこと。背中のチャックを開けてくれ、脱がしてくれ、この着ぐるみ。息苦しい、このしがらみ、心の声が叫ぶ Help me。 たった一人の演者だけじゃ成り立たない、このショーは変化線になって、変に変化すればエンドレス、エキス
ストラもエトセトラもアクターにアクトレス、誰にも知られてないじゃん。おそりゃそうさ、君自身が握らなけりゃ誰が持つマイクロフォン、全てのページはノンフィクション、家族さながプロダクション、カッライスカメラアクション、続けるんだ君のショー、レッジ切りな主人公、何も心配ない主人公として、入れるとって手を見てくれ、二度と来ない今日、一秒一秒何も心配ない、何も心配ない、何も心配ない、神様に高価な備え物をしようが、何百回念仏を唱えようが、マトリックスを見ようが、ドラえもんを読もうが、ここじゃないどこかなんて聞けないんでしょうか、青いサンゴ礁や白い雪化粧は誰も評価しなくたって美しいんでしょうか、忘れないでどうか、君がお金持ちかどうかよりも本当に大事なのは今日が最高か、続けるんだ君のショー、演じきりな主人公、主人公だってやつはその手を挙げた、二度と来ないと一秒一秒、何も心配ない、何も心配ない、何も心配ない、 Yeah! 俺がシンペイター、そして DJ アマカー、池上小学校6年生のみんな、本当に卒業おめでとうございます。俺の言ったことが一つでもみんなの心に残って、みんなの人生が素晴らしくなることを本当に思ってるし、ここにいるみんながみんなの味方だと思うんで、この人生を楽しく生きて、主人公としてかっこいい大人になってください。どうもありがとう。